Thank you.
でかしたぞ、ボーゼル。そして皆の者。する時代となった。これよりこの世界を浄化する。おお、カオス様。こうして混沌の王カオスは復活し、この世界は魔物が蹂躙する世の中となった。魔物による被害のため人間の数は減少し、今では半数以下になっている。だがカオスの言う進化の停滞を崩すことが混沌の目的とするならば、再生の時もやってくるのかもしれない。しかし再生の兆しは未だに片鱗さえ見せようとしていない。闇の時代はまだ始まったばかりなのだから。